皆さんこんにちは、ギリギリクメンことギリメヨッピーです。今回はリタープ、これを体験したら絶対にまた貼りたくなるタープ、ゆえにリタープということで、クラウドファンディングサイトキャンプファイヤーで公開初日に300万円を達成して、達成率 623% を誇る超注目のタープでございます。テントやタープ100万円達成前後のプロジェクトが多い中、異例の達成率となっております。ビアッジョプラスは日本のメーカーで、しっかりとオリジナル商品にも力を入れてるメーカーでございます。そして最初の注意点として、こちらのリタープですね、クラウドファンディング終了しておりますので、この動画を見てですね、こういうタープ欲しいなって思った方ですね、ビアッジョプラスさんの今後の動向に注目していただきたいなと思います。それではまずリタープの全容見ていきましょう。はい、こちらのタープね、もう見るだけでどこのタープと聞きたくなるようなフォルムでございます。形状はヘキサタープの派生形となっておりまして、俗に言う角タープってやつですね。マック帯のサイズは 520×500 と大型のタープに分類されまして、居住スペースを確保しながらもしっかりと濃い影を作り、デザイン性も損なわない、おしゃれと実用性を最高のバランスで盛り込まれております。ちなみに今回は 280cm のポールを使用しておりまして、天井高中心部としては190cm 確保されておりますので、まあ、ある程度身長がある方でも快適に過ごすことができますね。角タープはですね、角が下にぐんと降りることで高さがね、通常のタープより下がっております。横から出入りってなると僕の身長でもね、かがむぐらいになるんですが、ポール側がしっかり開いてるので出入りのしにくさは感じませんね。でこの独特のフォルムの角タープなんですけれども、高さが低くなることでタープ本来のメリットがですね、しっかり発揮されております。影の位置がほとんどずれないっていうことなんですね。今ですね、ほぼタープ下に影ができてると思うんですが、これがですね、背の高い通常のヘキサタープとなると、影の位置がですね、あさっての方向に行ったり、ギアを置いていたとしてもいつの間にかずれてギア全部膝らしになっていたりとか、まあそういった悩みがタープにあると思うんですが、このようにですね、低くタープの位置が来ることによって、しっかりとタープの下でくつろぐことができるっていうことなんですね。フォルムを見ても確かに注目を浴びるだろうっていうようなタープなんですけども、なぜこれほどまでに売れたのか、こっからはね、メーカーのこだわりをね、一つ一つ紹介していきたいなと思います。その1、スペックが高い。まず全体的なスペックがかなり高いです。生地としては210デニールのポリエステルリップストップ、まあ、リップストップが入ることで切り裂き強度はしっかり強化されておりますが、ここまでであればよくあるタープと変わりないんですが、さらにですね、難燃コーティング、そしてブラックコーティングが施されてるんですね。これによりですね、通常の210デニールのタープよりも生地が分厚くなり、日光は完全遮断ということになりますね。めちゃくちゃ涼しい。このコーティングが入ることで、通常の210デニールのタープよりもマイナス3度気温が低くなるっていう性能をマークしておりますので、タープはね、やっぱり涼しい方がいい。そういった基本的なところから、他のよくあるタープの性能を超えてくる仕様となってるわけですね。その2、デザイン性。スペックもさることながら、やはり注目されたのはこのデザインですよね。角が飛び出す独特なフォルム、この形状に憧れるキャンパーも少なくないはずです。さらに先入観をなくすために、ブランドロゴですね、かなり控えめな場所、裏面のね、こんなちっちゃいところに入っております。まあこれはですね、メーカーとかを見て、そういった先入観ではなく、タープ本来の機能性、そしてデザイン性を楽しんでいただきたいっていうメーカーのこだわりでございますね。これによってですね、キャンプギアにこだわる方たちからも愛用されやすくなると思いますし、このタープをサイトに立ててるとですね、パッと見ではどこのメーカーか全くわからなくなってるんですね。これも一つの主張しすぎないおしゃれと言いますか、このタープどちらのタープですかなんてね、声をかけられることも増えるかもしれないですね。そしてこちらのタープ、もちろん角スタイルだけではありません。キャンプスタイルによって表情を変えることができるんですね。通常のタープのように高さを出すスタイルや小川張りも可能でございます。ヘキサタープはアレンジが効かないこと多いんですけど、リタープは独自の形状のおかげで様々な顔を見せてくれるわけですね。その3、付属品のこだわり。タープの形状的にもロープにはかなりのテンションがかかってきます。これに耐えうるというのはやはり三角自在金具でございますね。こういった細かいところにもメーカーのこだわりが感じられますね。そして絶対紹介しておきたい付属品がタープポールですね。太さ32ミリと、もちろんね、強度は問題ありません。ただしこのポールですね、センターラインが入ってるんですね。これね、かなり
り使いやすくなりました。帳簿がどこに行ったか見失う時があるんですよ。こういうちょっと細かいことでストレスフリーになりましたね。そして極めつけは帳簿が平らだっていうことですね。これも他のメーカーではないデザインとなっておりまして、めっちゃ押しやすいです。このようにですね、しっかりとタープの性能もこだわり、付属品にも目を向けて、細かい仕事をされてるんですけれども、皆さん、はい、もうお気づきでございますね。こちらのリタープ開発された方、キャンパーなんだよね。価格設定が素晴らしい。こちらのリタープ、なんとポールセットで 24,210円、異例の値段設定なんですね。クラウドファンディングなので割引率も変わって値段の幅あるんですが、タープ本体だけなら 18,600円という値段設定。このスペックでこの値段設定のタープはリタープ以外は存在しません。でこちらのね、素晴らしいリタープなんですけども、今回はクラウドファンディングのみでの販売ということで、もう現在ね終了してしまって、手に入れることは難しいかと思うんですが、またですね、新しいプロジェクトを企画したいなと担当の方おっしゃっておりましたので、今後の動向ですね、しっかりと注目していただきたいなと思います。はい、おまけとしてね、設営動画の方もね、簡単に紹介していきたいなと思います。基本的には普通のタープと同じように立てていっていただくのが簡単かなと思います。タープを地面に広げます。でタープね、飛ばないようにしっかりとペグで固定しまして、このペグの位置がですね、ポールを立ち上げる目印になりますので、ペグで目印をつけておくことをお勧めいたします。で僕のタープの設営方法ですね、まずロープをポールと同じ長さにします。でこのロープをですね、45度の角度に開いていってペグダウン。今日はですね、結構風もあったんですが、これで十分強度出ますので、区画サイトなんかで貼るときはですね、ピン張りのコツということで動画も出しておりますので、そちらもねチェックしていただけたらなと思います。でそれぞれですね、ロープの設置が終わりましたら、片方ね立ち上げていきます。角度をつけてですね、立ち上げておくことで多少風が吹いても倒れないようになっております。であまりにも風が吹くとですね、パタンとねこのように倒れてしまうこともございますので、その時の風の有無によって設営の仕方は変えるのがいいかなと思いますね。で反対側もですね、設置が完了しましたら、反対側のマークを引っ張ってきてですね、こっちのポールにもつけていくわけですね。でこの時ですね、後から立てる方はですね、ポールの目印、ペグを打ってる場所にしっかりとポールを立ててですね、少しずつロープのテンションを調整していきます。反対側もポールの目印の方に位置をずらしまして、この状態でしっかりとポールがまっすぐになるように、ロープのテンションをですね、4箇所うまい具合にバランスよく調整していくわけですね。で正面から見た時にポール同士がですね、しっかりとまっすぐになってること、屋根の部分がピンと張ってること、これを確認してサイドのペグダウンに移っていくわけですね。でサイドのペグダウンですね、中心から降りてくるようなイメージでペグダウンを行っていきます。そこはですね、区画サイトによってロープの取れる距離っていうのは変わってくると思うんですが、およそ 7m、8m ぐらいに収まるようにロープを調整してね打っておりますね。で対角線上にですね、徐々にペグを打っていくと、タープの全容がね見えてきます。全て調整すると完成なんですが、リタープの場合はですね、角を出す必要がございますので、四隅のロープをですね少し緩めておきます。そしてメインポールを角の出し方スタイルによるんですけれども、中に入れれば入れるほど鋭角にピンと角が張るような状態になってきますね。でさらにメインポールの方もね緩めておきます。ポールをですね半歩ほど中に入れましたら、今度四隅ですねしっかりテンションかけていきます。でこのテンションをかけると、徐々にね角の全容が出てくるんですが、緩めたメインポールですね、ここを調整して完成でございますね。僕的にはですね、この方法ですね簡単にできるのでおすすめかなと思いますね。9月中旬頃届くっていうことなんで、もしかしたらね皆さんの手元にはリタープが届いてるかもしれないですけどもね、早速ですね熱中症に気をつけながらリタープのいろんな貼り方挑戦していただきたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。めちゃくちゃ涼しいぞこれ。